全集中。闇の呼吸一の方、ガサガサの魚切り。はい、ということで亀井さん、はい、今日はですね、はい、亀井さんに、はい、まあ高橋塾ですね、高橋大学の塾生の一期生、はい、で他の生徒たちはちょっと物覚えが悪かった。ああダメですね。そう、秋山専務、茶谷宮本、石丸先輩と。あ、ね、生徒役がかっこ悪いと、うん、ちょっと皆さん頭がダメなんですね。ちょっと頭が弱い弱いですね。仕方がないです。仕方がないですか、はい、で自分はだからその生徒を迎え入れる時に、はい、やっぱり素直でもう吸収力がある、うん、生徒僕だからでインターネット上で弟子にしてくれって人が今まで100人ぐらい来たんですよ。はい、基本的に全部断ってます。ああ、来すぎちゃって。ああなるほど、いっぱい入りすぎて大変なんですね。そうで、自分としては弟子1番だらね、高橋2号だら、うん、もういろんな弟子がね、インターネット上に100人ぐらいいて、はい、もう誰が弟子かよく分かんない状態になってるわけ。弟子にさせてくれって言ってきちゃうわけ。うん、なるほど。ただ俺は安易に受け入れるわけにはいかないと。高橋塾ですからね、うん、はい、ですから今日の授業は宇宙人について。ああ、高橋塾の、はい、生徒ですよね、一期生、はい、もう一人しかいないですけど、まずじゃあ先生から質問しますよ。はい、カメリングさん、はい、宇宙人はいますか。います。いるんですね。います。じゃあ宇宙人っていうのは、はい、どこに、カメリングは見たことある？あの地球の中心とか、はいはい、あとは宇宙ですね。宇宙から飛んでくるんです。そうですね、はい、で彼らはあの、まあね、以前から授業しているようにワ ー,、はい、ワープするんですよね。異空間ワープですね。そうです、そうです、はい、だから10キロ先までビュンってワープしたりするから、はい、捕まえようがないですね、うんうん、今の日本 の, あの世界の科学ではね、はい、アメリカ軍が先日あのちょうど1年前に公表しました。知ってますニュース？知らないです。いや、半年前か。要するにアメリカ軍がですね、米国防省ですよ、はい、これガチな話なんですけど、ちょっとやばい話で、はい、あんまでかい声で言えないけど、はい、米国防省が、未確認飛行物体 UFO の存在をついに公式に認めよったんですよ。今まではうやむやにしとった、はい、宇宙人とか UFO とかうやむやにしとったんだけど、うん、米国防省、いわゆる米軍のトップですよ、はい、アメリカのトップの世界一喧嘩強いって言われてるんじゃないかっていうぐらい、うん、軍のトップ、はい、その米国防省、アメリカ国家として宇宙人、いわゆる UFO 未確認飛行物体を認めたんですね。素晴らしいです。そうです、だって分かんない乗り物が飛んでるわけだから、はい、分かんない乗り物がビュンビュンビュンってワープしちゃうね、うんうんうん、これで1ヶ月前ですか、はい、またフランスの方でまたこれニュース見ました？見てないんです。フランス国家としてですね、はい、また宇宙人、いわゆる UFO ですねが発見されまして、それをまあ UFO だと断定したんですね。だから今時結構世間では宇宙人っていうと笑われたりね、はい、そうなんですよ、学校行ってね宇宙人がいるいたらバカにされちゃうんだけど、バカにされるんです。俺らから言うとそのバカにしてる人たちがレベルが低いっていうか、あところですね。そうですね、宇宙人ってのは尊き生物なので、そう崇高しなければならない生物であって、そうなんですよ。でね、先生からまた生徒に指導するんだけど、はい、宇宙人は3種類います。3種類いいですか？はい。で、1つ目の宇宙人は、はい、僕たちの子供。子供、要するにカメリーね、地球誕生の歴史からやらなきゃいけないかな、はい、じゃあカメリー質問です。はい、この地球できたのは何年前ですか？100億光年前ですね。あー違いますね。この地球ができたのは、はい、あくまで私の研究結果ですよ。はい、100兆万年前。言ってください。100兆万年前。はい、はい、じゃあカメリー頭をゼロにして考えてください。はい、この地球という空間、そしてこの物質っていうのは、はい、100兆万年前に
何から生まれたの？どうぞ。微粒子から生まれた？化石から生まれた？石炭から生まれた？うん、だからその初めの地球というこのね、まあこの缶もこれ、これね、はい、瓶もこれ山から作った、うん、これねガラスを作っちゃう、はい、これももともとあったものです。うん。百兆歳。百兆歳。これは。百兆万年前からこれは素粒子レベルであったんですね。このビールも液体も全部、はい、変化してるだけです。はい。だんだん酔っ払ってきたんだけど、ということはですよ、ファミリー。はい。この地球誕生。はい。いわゆるその地球が百兆万年前に私の研究系では今生まれたっていうんですけど。はい。じゃあその百兆万年前の前は何だったんですか？百兆万年前の前、うん、それより以前、その地球が生まれる前の状態、生まれる前の状態、うん、何もない状態で、それを言葉で表せると時間で言うと百兆万年かける百兆万年、百兆万年かける百兆万年っていう膨大な時間の、はい、もっと古い時間、時は流れてますから、はい、もっと遥か彼方先まで時間っていうのがあるんですね。ですから、カメリー、はい、まあ、今言ったようにもう一回じゃあ勉強しますよ、はいはい、地球が誕生したのは百兆万年前、そう正解、まあ、あくまで、今のね、宇宙学、はい、宇宙学者の方々から私のけものにされてますなぜなら彼らと意見が違うから、まあ、私の知人の宇宙学者、はい、地球というものは150億年前に誕生したって言うんですよ。あ、でエビデンス聞いたんですね。わかります？エビデンス。わからないです。エビデンス、うん、帰ってググってね、はい、はい、要するにその方にエビデンス、じゃあその150億年前だったってことを証明してくださいよって議論したんです、はい、でケンケンガクガク朝まで8時間話して、結局相手が言ったのは言い訳、はい私はそう思うっていわゆる仮説なんですね、はい、150億年前に地球が誕生した、うん、ただ私が作った説は、はい、どうぞ。100兆万年前、そうそういうことですだからそのそれを証明しようって言われたらまた困るんですけど、はい、ただ私が研究したところによるとまだ答えが出てない。じゃあ100兆万年前のさらに前は、じゃあ地球、いわゆるこの宇宙空間っていうものが生まれたって、はい、ビッグバンで生まれたって今仮説があるんですね。あ、であんなもん全部仮説で、はい、そのじゃあそのビッグバンが生まれる前の元は何なんだって、ね、それが大爆発したって言うけど、はい、じゃあそれの前はブラックホールだなんだかんだって素人の方は言うんだけど、うん、あんなもん全部仮説で、はい、もっと前ですよ、もっともっと前で、そこは分かんないんですけど、はい、でさっき言ったようにその宇宙人っていうのは僕たちの子孫なんですね、うんうんうん、で3000年後、3000年後の未来からワープして来ている。あー、なるほど。そう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 、すごいです。そう、確かにそう考えるとなんかバックトゥーザフューチャーの世界ですよね、はい、ですから3種類の宇宙人がいて、1種類の宇宙人は仲間ですね、仲間ですね、子孫だから、子孫で、うんうん、彼らが私たちに攻撃したら、うん、自分が溶けちゃうんだよ。そうだ、バックトゥーザフューチャーみたいな、うん、でダーって下半身から透明になって溶けちゃうから絶対に攻撃してこない仲間の宇宙人がいます、うん、でもう一個悪い宇宙人がいるの知ってます？知らないです。カメリン、じゃあちょっと授業行くんだけど、はい、光のスピードってどうですか？光のスピードですか？光のスピードは1秒間でどのぐらい進みます？100兆万年ですか？いやいや、いや、一応ですね、今の光科学では、はい、懐中電灯パッとつけるじゃん、はい、光がピュッていくでしょ、いきます。1秒で地球7周半、えらい早い。めちゃ光ってそんぐらい、だから新幹線でも光ってあるでしょ。ありますあります。めちゃ見たから1秒で地球7回転して半分いっちゃってる。はー、懐中電灯 P で1秒ですよ。1秒ですよね。うん、早すぎる。
とんでもないでしょ。とんでもないです。でそれで一光年っていうのは、はい、1年間そのスピードで進んだ場合、はい、1秒で地球7周半だからね、うん、でそれを1年間バーっていったところを1光年だよね。あでその悪い方の宇宙人っていうのは、はい、そのスピードで距離で言うと100兆万年光年今もう一回言ってください、言ってください。100兆万年光光年光年100兆万年光100兆万年光年そのぐらい、はい、別に1秒間で地球7周半のスピードで、はい、100兆万年光年先100兆万年光年に悪い宇宙人の宮殿がある。はあ。でそこからワープして消える。あいつらもワープしてくるんですか。そうで今の俺たちの科学だとさ、はい、光の速度で進んでもさやっつけに行こうと思って俺も考えたんだよ、うん、だけどたどり着くまでに100兆万年かかるから、はいたどり着けないんだね。ただ相手はワープしてきてしまうわけよ。ああ簡単に。そうそう。うん。それで、まあ、これはちょっとまあ俺の推測になるんだけど、はい、神世の中でやっぱおかしなこととかない、納得できないこととか、まあいろいろありますね。うん、うん、今俺の研究結果によると日本中の日本のトップとか、はい、世界のトップ今全部宇宙人です。あああの人たち。そう。トランプ大統領も。まあこれはあくまで俺のちょっと推測になればね。はい。だから体の中に入り込んじゃってる。脳を操作されるんですか。そう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 。ああ。だって彼らは100兆万年先からワープしてくるぐらいの科学だから、はい、人間の体の中に入り込むなんて朝飯前。簡単ですね。簡単です。で、100兆万年先からワープできるぐらいの科学になると、はい、地球というものを 0.2 秒で粉々にできます。大変です。大変です。とんでもないです。バーンってやったら粉々ですよ、うん、宇宙空間に僕たちばらまかれです。これ 0.2 秒 0.2 秒で、うん、で彼らはそれができちゃうから、はい、別に殺してももう実は本当殺されちゃってます。してます？知らなかったです。だから一回破壊されて殺されちゃってるけど、殺した後に地球を爆破したんですね。で粉々になって一回無になったんだけど、彼らワープできるからやっぱりかわいそうだっていう、うん、でもう一回ワープしてそれなかったことにしてくれてる。ああなるほど。だから今そうなってて、うん、だからその悪い方の宇宙人をだから俺たちはもう正直恐れる必要がないよね。あだって向こうは簡単に殺せちゃうから操作できるから、うんうんうん、ワープするし人の体の中にも入るし、だから今俺の研究では今この地球にですね、はい、70人今宇宙人が、その各国のそのだから誰も分かんないよね。分かんない。だからね、例えばに日本の大統領とか、はい、今までね普通の人だったのにとある日から中に宇宙人入っちゃう。ほらね、アメリカとかソ連とか中国のトップとかさ、うんうん、今まで人間がガーッと頑張ってたんだけどさ、とある日にさ宇宙人が頭にキュッと入っちゃった。だから周りの人も分かんないよね。周りの人も騙されて、うん、分かったのはそのトップだけで、うん、それで楽しんでる、生かされてる状態。あー怖いですね。怖いですよ。宇宙人怖いですだから宇宙、彼らにとって、だから俺たちがその宇宙人を怖がらなくていいっていうのは、もう彼らにとって俺たちのを殺すとか地球を爆破するなんてことはさ、うん、もう朝飯前でできるし、はい、だからまあ簡単に言うと動物園みたいな感じ。あ、うん、まあ自然保護区っていう扱いを今受けてて、はい、まあ、全部これ仮説ですけどね、私の空想ですけど、空想メディアですもんで、はい、なんでそういう面で生かされてるんですね。生かされてる。宇宙人によって生かされているんですね。で、その当たり前の宇宙人がいるという常識を、はい、認めない人たちがいるじゃないですか。ああ、どう思いますか。宇宙人に殺されちゃうんじゃないですか。これはそれか宇宙人に簡単に体を乗っ取られて、うん、宇宙人はいるっていう風に、うん、急にある日宣言するようになるんです。そうです。だからこの世って信じられないことが起きるってことです。大体地球というものが
ちょっとだいぶくどいと思うんだけど、はい、酔っ払ってきて地球というものが生まれてる時点で何が起きてもおかしくない、はい、おかしくない。地球というものが誕生するということ時点がもうその仮説がある時点で、はい、ワープもできるし、うん、だって無から生まれたんだよ。そうです、無から生まれたんです。何もないとこから、うん、これ怖いでしょ、この話。これ怖いです。ヤフーニュースになります。なるだろうね。なりますね、うん、だから考えても考えてもちょっとかなり想像してみて、その地球の100兆万年前をさ、空想をちょっと言ってみて。その地球の前よ。地球の前、ああ、まだ恐竜たちも存在する前。もちろんもちろん。宇宙人がいたんかな。え？え？え？じゃあその宇宙人はどっから生まれたの？宇宙人はもう100兆万年前に素粒子から生まれたんじゃないでしょうか。うん、だから結局私のこれです。わかります？これわかります？はい。何ですか？マネー？違います。違う。円です。円。だから私が新たな仮説、いわゆる私の研究結果によると、はい、この時間空間っていうのは100兆万年を100兆万回掛け算。100兆万年を100兆万回掛け算する。そう。の時間空間の中で、はい、時間がぐるぐる回転してるだけなのよ。うん。うん、だから今こうやってぐるって終わるでしょ。はい。だから最後戻って円でできてるから。ああ。地球丸いでしょ。丸いです。全部円なんですよ。いって結局はい。100兆万年かける100兆万回かける100兆万回かける100兆万回の時間空間で膨大な時間ですよ。その時間が回転してるだけなの。あ、そう。だからこの映像を見てる子供たちに言うんだけど、これ工科学 の、 あのタイムマシンを作る時の材料になるからね、この動画は。うん、その時間が経って行った時に、俺たち100年後カメリーも俺も多分生きてないわ、この世に。はい。100年後生きてたら何歳？100年後生きてたら200歳？そう。もう分かんないけど。年ごまかしたか。そう年ごまかしたかみんな。年齢はもう永遠の10代なんでね、かみ、はい、だからその100年経って俺たち死ぬんだけど、はい、おそらくね今の科学で100年経って亡くなるんだけど、その先またぐるーんと回って、はい、空間が回転するからそこでもう一回蘇っちゃう。でまた生まれてくる。ほいでまたその回転しちゃってるの、全部が時間の空間が円で。ああ、うん、それ永遠無限にやっちゃうわけ。なるほど、うん、無限大、無限大、無限大です、うん、でただそれも終わりがあるんですよ。始まりがあった終わりがあるとか。ああ必ず終わりはあるんですね。終わりがある。その先ほどの言った空間の時間を100兆万年万回やる、さらにその時にピタッとそれ自体が終わっちゃうんですね。ああ、うん、全てが終わっちゃうんです。え？何？バカにしてるの？先生をバカにしてる？してないです。そういうことなんですよ。なるほど。だから僕はもうみんなにその恐れることはないよって、うん、あの100兆万年先、はい、かける100兆万年で、で俺たちは長生きしても100年ぐらいな、はい、だから自分の限られたこの100年を、はい、もう全力で生き抜きでいけば、あ、いずれなくなるしね、はい、だけどその先もまた100兆万年後にまた復活する予定でいるから回転しちゃってる時空がそしたらもう一回同じことが繰り返されてる。だから同じことを繰り返していく。なるほど、うん、永遠に同じことが繰り返される。そうです。じゃあカメリン、ここで先日茶会さんにも言ったんですが、はい、幽霊というものはいます。ええ、いますいますよ。じゃあ幽霊に関して言ってください。私聞きますわ、先生。幽霊ってのは、まあ、人の思いが強ければ強いほど、うん、やっぱりその念として現れるので、
今この空間にもいるし、うん、皆さんが見ているこのカメラの外でもいると思うし、カメリンは、はい、幽霊と喋ったことはある？喋ったことはないです。ただ、うん、あのなんか感じ取って、うん、いやもう これをここは大丈夫なんでちょっとあっち行ってもらえますかみたいな感じで喋ってる、一人で。え、感じてるってこと？感じる時がたまにはあるんです、幽霊を、うん、で喋ってあっち行ってって言うと何て言う？何にも言わないです。うーん、でも気配は消えるような気がしてならない。ああ、まあ一応私が言いますけど、はい、全部幻覚です。幻覚でしょ、はい、あなたは今ですね、幽霊という幻覚を見てます。いいですか？はい。あれは、はい、幽霊がいるとか霊感があるとか、はい、感じるとか第六感とか全部幻覚です。幻覚ですか？です。脳障害ですね。脳が勘違いして、うん、だから私タクシー運転手やったんですよ、はい、でよく精神病の患者の方とか病院に連れてったりいろいろしてて、で精神病の人とお客さんと結構喋ったりもしたんだけど、はい、まあ僕それで聞いた一人の人はさ、歩いてるやん外、はい、そしたら当時その50歳ぐらいの人なんだけど、キムタクが見えるっていうの。素晴らしい。そう、キムタク香取慎吾が何もいないとこに見えるんやって。いいですね、その幻覚。そう、おいで喋りかけるんだって。その人が嘘言っとったらしないよ、うんうんうん、その人が言うにはキムタクを香取慎吾が道路を歩いとったら見えちゃうから、うん、うおーって喋りかけるよね、うん、うわーキムタクやってで50代だからスマップファンだよね、うん、うわーって言うと周りの人がもうちょっと精神病院に行くかと幻覚が見えてらしいんですよね。なるほど。で宇宙人じゃなくてその先ほどの幽霊に関しては、はい、時折やっぱり人間ってストレスを感じたりなんだりで幻覚が見えてしまったり、うん、あと脳の障害もあったりして、はい、でカメリンがちょっとまあねその頭の方がで正確に言いますと、はい、あれは全部時折あるでしょ、心霊で人が出たとか。あります。あれは全部宇宙人がやってます。宇宙人の仕業。そう、ここでも。だからさっきも言ったでしょ、自分たちの息子とか悪い宇宙人、はい、彼らがやってきて、うん、観光に来るのよ、よく、うん、ワープして時空を笑い事じゃないですよ、本気の話です、これで、観光に来るね、宇宙人が、はい、で、観光してると事故も起きるわけよ、うん、それで、バーンってその事故を起こしちゃって、うん、ね、ワープした時に人巻き込んじゃん。あー、その時に人がバーンってその場で即死だよね、うん、そのワープに巻き込まれてその時空の歪みに人間の人体入っちゃうから即死になるわけよ。あ、ただ彼らとしてもそれやった瞬間に体が溶け始めてるから、ああ危ない危ない危ないで、それが宇宙のそのルールでもう一回ワープしてもう一回過去に戻る、はい、で今のなかったことにするわけ、うん、そうするとこの時間の空間に歪みがこう地球回転しててその一部分だけでそれやるんですよ。もう全体やってたらもうお金かかっちゃうんで、はい、もうあいつらもパワーがもう大変だから全部は変えないけどこの地球の中でここで事故を起こした、でここで今事故を起こして人が亡くなったから、うん、あってもう一回ワープしてその一部分だけ時空を戻したり巻き戻したり、でその巻き戻しがまだ完全に彼らができないもんだからそこに人が時空が歪んでるから、そこにだから夕方とか時間帯によってはチラッチラッて時空の歪みが見えちゃうわけよ、うん、だからそれはその過去の人が歩いてたりするのはその時空の歪み、あー宇宙人の仕業なんですね。全部宇宙人、うん、なるほど。 100% でそれを知らないもんだからみんなが、だから幽霊が出たって本当に信じとるよね。うん、信じてます。うん、全部時空の歪みです。まああくまでこれ私のね高橋大学の私のあの研究結果によるもんなんで、はい、まあこれが正しいかどうかは分かんない部分もあります。あんまり大きな声で言ったら自分もね、うん、怒られちゃうから、はい、で、カメリンもしちょっと質問があるんですけど、はい、僕が宇宙人だったらどうします？宇宙人だったら、そうですね、
有効手段を取ります。宇宙人は40年前ですね、40年前インドで捕まってるんです。そうなんですか。そうインドで、はい、事故が起きた、うん、要するに UFO が落下しちゃった。あらで宇宙人投げ出されて、それで人間に捕まっちゃったわけ。うん、でも彼らは未来からワープしてきとるから、はい、捕まってしまったら自分も溶けちゃうわけ。ああそうか、歴史が変わったわけだから、うん、だからその歴史を修正するために自分の体がどこどこどこって溶けてワープしちゃった。妖怪人間ベムベラベルです。わかります。わかります。溶けちゃう体をね。はい、だから俺たちが宇宙人、今まで宇宙人とかいい方しょっちゅう飛んできてるけどさ、はい、捕まったことないでしょ。捕まったことないです。一回は捕まえるんだよ、うん、だけど溶けて巻き戻しちゃうわけよ。だからなかなか捕まえられない。捕まえようがない、ワープしちゃうんだもん体ごと。どうしようもないんだよ。頭いいですね宇宙人。宇宙人はだから俺たちがどうやってやったって、うん、その拳銃で撃とうがライフルで撃とうが撃って一回は倒れるけど、はい、またワープしてグリグリって戻っちゃうから、うん、もうやっつけようがないわけよ。やっつけようがない。でやったと思ったらまた時間次元を超えてバーンって時間違う空間飛んじゃったよ。ああすごいです。奥深いでございます。奥深いやろ。はい、でもうだから彼らと戦って絶対勝てない。勝てないですね。これは誰がやろうが何をやろうがワープがある限りはやっつけようがない。だからもう最強だよね。最強ですね、うん、今の日本人とか世界の人がワープ封じの何かを作れば、うん、宇宙人には勝てるかもしれないですね。うん、ただそれをやっちゃうとまた時空の歪みが生じて、ああまた未来が変わっちゃうから、ま、変わっちゃうから、それをさせじとやっつけたと思うやん、うん、そしたらもう一回ワープしてくるから、あそれをなかったようにさせちゃう。どうしようもない。あやっぱり宇宙人さん最強でございます。そう最強でしょ。最強です。やばいです。勝てないです。勝てる人はいないです。いないですね。バカらしい。何笑ってる。大丈夫です。分かった。分かりました。だから今ので結構謎解きできたでしょ。はい、うん、いろいろ謎解きできた。だから宇宙人とか幽霊とか、はい、未来、あとワープ、うん、全部一択だよな、うんうん、え一択です。もうあとカビリン、じゃあその、はい、じゃあ宇宙人たちにメッセージ、はい、宇宙人たちにメッセージ言いなさい。そうですね、もう私は宇宙人の方たちには非常にうん、尊敬してるので、うん、まあ私の体は脳は乗っ取らないでほしいですけど、うん、その私の脳を使って宇宙人たちにアドバイスできることもたくさんあると思うんで、うん、ぜひ仲良くしましょうということです。あそれではカミリンさん、はい、最後に私からお願いがあるんですけど、はい、その椅子の上に立って、はい、ちょっと危ないから気をつけて、ね、転ばないでね、はい、椅子の上になって立って、はい、あの必殺技をカメラに。これを、先生から託します。それではどうぞ。転ばないでね。はい。全集中、雷の呼吸1の方、引き抜き一閃シュです。はい、OK。 カメリン、どうだった？俺の授業まだ動画撮ってる。いいよ、どうだった？本音でいいよ、本音で喋ってちょっと俺ばっかり喋ってね、カメリンの意見聞かなかったから。はい、で、カメリンの意見ちょっとどうぞ。なかなか奥が深いでございます。じゃあカメリンの本当のぶっちゃけ、はい、今ね、まあ、初めての生徒の授業だから受け入れがたい面もあると思うんだよ、はい、じゃあカメリンが今現在思ってる、はい、宇宙人についてと UFO についてを持論をちょっと
宇宙人について5分ぐらい語ってください。カメリンが思う、宇宙人は地球の一番中心側に住んでいて、うん、でその、うん、時が来るのをじっと待ってるんですよ。ああ、だからそれは地底人ですね。地底人、うん、でたまにあの空に UFO が発見されるのは、うん、たまにあの様子見で、うん、一人二人三人四人ぐらいがポンポンって、うん、その地底から出てきて、うん、様子を観察して。特に月刊ムーとか好きですか？月刊ムーですか？うん、何ですかそれ？そういう地底人がいるとかね、そういう本があるわけ。あ、そうなんですか？うん、地底人なんかおるわけねえだろ。よく考えてみよ。ああ、地底の中に人なんか住んどるわけないだろ。いや、でも宇宙人だからこそ住めるんですよ。まあそれは宇宙人は住もうと思ったら住めるけど、はい、わざわざその地底に住まなくてもいいからワープしちゃうからさ。ああ、そうです、ね、だからその住まいなんてないわけよ、彼らは。あ、そっか、うん、高橋大学の研究結果はね、はい、ただ一部の人はそういう地底に隠れてるって、うん、で、地球がね、危機に陥ったら地底から飛び出して助けてくれるなんていう仮説を解いているんですけど、はい、もう僕の研究では全部ワープしちゃうから、うん、もう全部無ですよ。彼らは無理ですね。時間を旅してるから、はい、ね、全部未来から来てるから、うん、止めようがないよね。止めようがないですね。あ、いいよ、カメに喋って。そう、それで、まああのあんまりわかんないですよ、もうこれで終わりです。え、何が？地底人説なんです、自分は。あ、地底に隠れてる。そう、地底に隠れててたまにかあの視察で空に飛んでいくっていうのが自分の考える宇宙人説です。じゃあカメリンが思う宇宙人っていうのは何をやろうとしてるの？地球人乗っ取り計画です。地球を乗っ取って自分たちの星にするんです。ああ、で、一つ怖いこと言うけど、はい、もうなってるから。もうなってるんですか？先ほど言ったように、やっぱり先生が言ったようにもう乗っ取られてるよ、全部数人。でもそれはトップの数人じゃない？だからこの地球を動かしてるトップ100の権力者の体の中に入り込んじゃってる、はい、だから側近とかは誰も気づかないよね、うん、体の脳内に入り込んじゃってる、はい、で彼らが遊んでるの。こうしようかああしようかって。だから各国のトップたちが集団ではい、電話したりしてさ、秘密の電話でいろいろ笑っとんね、うん、こんなになってるけど次どうするって。お遊びよ、だから。で俺らはその中でなんとか生かされてるっていう、うん、だから事実上 その乗っ取られてる本人がもう意識ないからね。そうですよね、うん、だから事実上俺はもう生かされてる宇宙人に、この支配された地球っていうのは宇宙人が動かしてるし、あ、でそれに勝とうと思ってやっつけちゃったら、はい、ワープして消えちゃうんだから、なんともならないよ。なんともならない、うん、だからあんまりあれこれ悩んでもしょうがないぞっていう、話長い。あるね、カメに俺ね、昨日も4時間ライブやっとる。4時間もですか？4時間。え、高橋の人生相談とか聞いてないの？まああれはもうそんなもん、YouTube でアラートで動画ライブ始まった瞬間にすぐ開けないと、生徒は。ああ、そうですね、申し訳ないです。で、昨日も4時間、はい、ライブで、はい、人生相談したんですね。ああ、で、お前らに、はい、世の中ってバカな子が多いから、はい、お前らいいかって、うん、その、こういうはこういう風にやった方がいいぞっていう、うん、説法を説いたってね。ああ、さすがです。でもカメリンのことをもう相当嫉妬してる人がいてさ、こう直接指導を受けたいって人がめちゃめちゃいるわけ。そうですね、すいません。そうそうそう、でカメリンはもうラッキーなことに、はい、この直接直で一挙一動足、はい、悩み事も俺全部答えていくし、はい、授業だよね。授業ですね。押しつけがましい。もう疲れてきた？疲れてきた？大丈夫？大丈夫です、全然平気です。喜ばなきゃいけないんですね。そうですね、うん、なかなか聞ける話じゃない。そうですね、うん、あと自分がよく言われてるのが、はい、話が長いって言われてる。いつまで話すんですかって。結構
それうざいですよね。あの3分で終わる話をさ、はい、4時間もかけちゃう。ライブだよ、はい、4時間延々ダラ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 、うん、その3日前も3時間やってる。3日前までか。インターネット放送、インターネットの人たちに何か悩みはないかとか、うん、わけわからん言いがかりつけてとにかく俺をチヤホヤしろといいかと、それでなんかいろいろ相談したりしてくれるよ。カメラ、そういうの、あの やってみようと思わない？何をですか？インターネット放送。インターネット放送ですか？ライブとかツイキャスとかいろいろあるでしょ、はい、今ありますね。やってみたらどうですか？ツイキャス。ツイキャス、ツイキャスって何ですか？知らないの？知らないです。ツイートがあるでしょ、はい、あれは文字書いたり動画とかあるでしょ。要するにツイッター社がツイートキャスティングって、はい、インターネット生ライブ番組を無料で持てるの。いや、インターネット生テレビを無料で持てる。だから、はい、今こうあったらね、はい、iPhone でいいや、はい、iPad でもいい、こうやってポンって置いて、はい、ボタンを押して、うん、その格好でこうやって放送を始めると、はい、その顔で全国インターネットで、で人が来てくれてカメリーンって、そこで皆さん行くぞと、はい、でもう一回お願いします練習練習、これ動画だから大丈夫だから、あカットするからいいよ、練習練習やって。分かりました。今インターネットツイキャス生ライブ中、どうぞ。皆さんこんにちは、カメリンです。はい、カメリンの人生相談が始まりましたありがとうございますそうですね、まずはその人生相談の何か私に聞いてほしいことがあればぜひお便りをお寄せくださいませ、うん、こんな感じですか。そうで、それで必殺技を披露、あのお客さんもさ喜びたいからさ、はい、あの必殺技をやらんと納得せん、はい、あーなるほど、そうですね、もう一回お願いします。あ、そうですね、はい、じゃあはい、自分考えたあの必殺技ですね。必殺技いきますよ、いいですか。はい、全集中、カメリンの呼吸1の方、シン・キリン・ギリ・バフン。はい、ということで、カメリンさん、はい、まだ終わらないですよ私ね、結構人から嫌われることがあるんですけど、はい、嫌われる原因が、はい、話が長い長いですね。話長いです。長いですね。僕デニーズ行ったらもう今ね、はい、年なんでもうデニーズとか行かないですけど、ほとんど、はい、もう30代20代の頃はさ、おデニーズ行こうやってたらもう朝までですよ10時に入るでしょ、はい、朝6時まで俺喋りっぱなし、ああでもないこうでもないっつって、うんうんうん、結局自分の空想を、はい、あのただそれを聞いてる方がさ、あんまりさ6時間も7時間も話聞かされたらうざいじゃん。確かにねえ、うん、長えよってなるわけ、うん、でまだこれ今1時間経ってないわけよ、髪。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。これはまずいです。話長いでしょ7時間8時間このままいくから、ああ、ノンストップですね。ノンストップで、それ結構好きで、昔から嫌がられるのが、うん、その話いつまで続くって疲れるぞとみんな帰りたがるのよ。でも俺はあの演説とかが好きだから、はい、とにかく7時間そうだそうだって聞きなさいと、うんうん、そういうことですそういうことですね。でもカメリンとしてもさ、はい、ちょっとさっきから聞きっぱなしで疲れたから、はい、今5分間カメリン好きなこと言っていいよ。好きなことどうぞ、何でもいいよ。好きなことですか。何でもいいよ。うーん、そうですね、最近の、そうですね、最近のドラマは、うん、みんななんかアニメ漫画のやつをドラマ化していて、その、うん、ドラマ本来のオリジナリティがないと思うんですよ。なんかパクリをしてるってことね、売れるから。そうですね、うん、それをまあアニメとして、あと漫画としては面白いのに、それを実写化しちゃうと、うん、ちょっとダメなんじゃないかと自分は思うんですよ。まあそういう声はね、インターネットでよくありますよね。そうです、あります。だからもやっぱりその、うん、
脚本家さんとかは、うん、その本当に人間を見て、うん、本来の人間を見て、うん、なんかそういうドラマとか新しいものを作っていただきたいと思うので、そういうことに関しては、うん、もう先生はまあまあね素晴らしいと思います。そう、私たち人間をそれぞれの個性を生かして、うん、オリジナリティのドラマ、うん、ドラマを作られてるので、あのね、カメリン、はい、まあちょっとあれなんだけど、そういう意見がすごく多いんですよ。はい、あの漫画、俺はこの漫画が好きなのに実写化してさ、はい、でも大その漫画の大ファンの人が怒るんだよね。うん、そうなんです。なんでこのイメージじゃないよって、この役はこんなんなのって、うん、全然私のイメージと違うって言うんだけど、はい、あのもう君の名を見ました。君の名は、うん、アニメの方ですか。アニメの。あ、見ました。あれも、まあ、パクリっちゃパクリなんですね、ストーリーが。うん、あれは元々もう。もう30年以上前に映画あったんですよね、はい、ちょっと題名忘れちゃったけど、その実写版で映画あったストーリーですよ。そうなんですか。そうですよ。知らなかった。知らなかった、はい、君の名を見て、はい、見に行ったら泣いたでしょ。泣きました。君の名は面白かったでしょ。面白かったです。あれはただ俺みたいな冷めたおじさんは、はい、え、これ知ってるよって、え、だって30年前のあの映画でさ、坂道でさ、うん、うわーっと降りてきてさ、男との子と女の子がぶつかっちゃったらさ、入れ替わっちゃったんだから、そういう映画がもう実写であったわけよ。それをさらに進化させた、そのストーリーを進化させた君の名をになったわけね。あ、なるほど、うん、だからもう全部パクリなんですね、うんうん、だからまあ確かにその漫画のファンの方は怒るけど、うん、まあそのストーリーってのはみんなパクったり、うんうん、あと実写化したら儲かっちゃうかななんてところですよね。そうですよね、うん、良くないです。良くないです。良くないです。やっぱりカメリンはそういうの許せないんだ。あ、許せないというか、まああんまり、あ、またこれもアニメのやつだったのかって、なんかちょっとがっかりするというか。だから新しい自分の創作の、もうで漫画って結構面白い漫画無尽蔵にあるからね。無尽蔵にあります。本当にこれすごいっていうアイディアの宝庫じゃん。はい、ね、漫画でも古いさ、古本屋で買ってきた漫画でもさ、30年前、え、すごい想像力で、うん、いろんな漫画があるよね、面白いのが。面白いのいっぱいある。カメリンが一番好きな漫画、じゃあ答えてください。今は鬼滅の刃と、はい、最近あのアニメ漫画とか見ないんですけど、うん、昔好きだったのが、うん、あのドラゴンボールとか。なるほどね、ドラゴンボール面白いですね。ドラゴンボール面白いです。さあ、3年前くらいになんか 朝のテレビで再放送やったかな、うん、なんかやってて、うん、毎週見てました。あ、面白かったです。まあ、ドラゴンボールは僕が中1の時にテレビが始まったんですよ。ああ、そうなんですか。僕が13歳だから、今46なんで、13だから33年前うわー、すごい前に、俺が小6卒業して中1になった瞬間に33年前だよ、うん、始まるぜドラゴンボール世界で一歩くらいのやつらみたいなの始まって、はい、俺はすれてっていうかひねくれてた子供だから、テレビ見て嘘くせえっ って つまらんっつって10回ぐらい見たんだけど、はい、これ嘘やんって、そんな漫画みたいな話あるわけないやんって、俺ひねくれた子だったから、はい、もうバカらしくなって見なくなった、うんうん、だから俺はほぼドラゴンボール見たことないんだけど、あ、10回ぐらいしか見たことない。だって嘘やんこれ、作り話やん、そんなあるわけないじゃん、そんな、そんな漫画みたいな。で俺はその中1の時にすでにそれみんなもうしょうもないと思って、ああ、うん、まあただ人気、あれだけ人気があるから鳥山明先生の想像力がもう人並み外れてたんだろうね。世界的にも人気があるんでしょ。世界的にも大人気ですね、ドラゴンボール。はい、俺一時ねドラゴンボール売っとったよ。あ、そうなんですか。そうだよ、中国から俺の卸部やってて、ドラゴンボールを輸入して日本中に配りとってドラゴンボール持って、マジやで、これ某お店に、うん、要するにあの某メーカーがそのドラゴンボールを中国でいっぱい作っとる、うん、本物のドラゴンボールやこんなこれ1個1600円、ただのなんかその鉄の玉になんかドラゴンボール入れてさ、あれ俺日本中にドラゴンボール売りに行ったらよう売れたで、あれよう売ったよ、もう何百万個も売ったんじゃないかな。すごいで
ね。ドラゴンボールを日本に売りに取ったんですよ。もうこれも15年前だけど、それぐらい大人気だったんですね。ああ、ドラゴンボールキーホルダーも作っとったの。ああ、ドラゴンボールキーホルダー俺全国旅しながら売り取ったの。置いてくださいっつって、ドラゴンボールキーホルダーバカ売れですっつって、意外に売れてたよ。あのくだらない1個1600円もする、結構1600円する、これ結構大きい拳ぐらいあるドラゴンボールだよ、で1から7まであるんだよ。で 1600×7 だから、クリスマスプレゼントにどうですかって、1600円かける7個だったっけ、あれ7個ですね。うん、あれを売りに取った俺。はあ、すごいです。そうそうそう、大儲かりです。で、カメリンさんさ、はい、たまに僕にも質問してください。はい、僕が好きな漫画聞いてください。ああ、高橋さんの好きな漫画ってのは一体何でしょうか。シートン動物記。知らない？知らない。シートン動物記を知らないの？知らない。漫画の王様よ。だから今の子供たち、若い子たち分かんないけど、漫画ってシートン動物記から始まったのよ。要するにシートン動物記っていう漫画が昔大人気で、はい、俺子供の頃大好きで読んでた。そうですね、オオカミとかそういうあれだろ、オオカミとかが出てくる漫画、ね、出てくる漫画あれ面白いよ、シートン動物記。そう、検索してみます。見てください。はい、了解です。昔図書館に置いてあったんじゃないかな。へあれ面白かったね。で、僕はあの小学校4年生の時に、はい、あの激極虎一家っていうの全部集めて知ってる？知らない。激極虎一家ですよ。激極虎一家、本宮先生の普及の名作ですよ。そうなんですか。激極虎一家知らないですか？学帽のマサ知らないんですか？知らない。学帽のマサを知らないですか？知らない。それはもう漫画を語っちゃいけませんよ。だから俺は激極虎一家読んでないって言ったら、はい、まあもうこいつは漫画って言ってもなんかそのね、もう強制するもんじゃないけど、漫画は趣味だから、はい、まあまあ少女漫画とか、うん、そっち系ねって、うん、いいよ少女漫画も好きなだけ読みなよって、うん、でカメリンちゃん一番好きな少女漫画教えてよ。一番好きな少女漫画なんだった？そうですね、セーラームーンですか。ああ、セーラームーンか。今また流行りだして、うんうんうん、それぐらいですかね、とりあえず、ね、うん、で、もう俺ね、俺の好きな漫画はね、言っていくよ。はい、プロレススーパースターレズデン、これ知ってる？知らない。あれを読んでないって言ったら、まあまあ、死んじゃんでないんだへーって感じ、見下しちゃうよね。へー、プロレスススーパースーパースターレズデンも読んでなくて、よう堂々と道歩いとるなって読んでないのってあれをって。だから俺の中で激極虎一家とスーパープロレススーパースター列伝を読んでないって瞬間にもう人として結構見下す。あ、それ知らないんだって。一番大事な漫画を、うん、うん、一番大事なんですね。そうです。で、カメリンはサザエさんどう思いますか？サザエさん結構長く続くいて見えるので、うん、僕ね小学校3年生の時にね、はい、サザエさん昔から嫌いだった。もう今はどうでもいいけど、はい、だってサザエさんって嘘じゃん。あ、ね、魚を加えたドラ猫を追っかけてっつってさ、うん、そんなマスオさんとかタラちゃんとかおるかって、そんな嘘の話でしょ。嘘の話で俺が思ったよ、こんな嘘の話をね、はい、俺に見せつけてで、サザエさん、サザエさん、サザエさんが愉快だなとかって、こん俺ね、小学校の時ひねくれててサザエさんが大嫌いだった。へぇ、で、まったくクソみたいなつまんない嘘つきのね、漫画が。で、これごめんね、サザエさんの作者の人にごめん、謝罪、うん、サザエさんの作者とサザエさんファンに全員謝罪なんだけど、そういうひねくれた子供だったの、俺は。だ、子供ながらにも直感的に感じたのよ。あ、嘘だって、なに、タラちゃんですってバカかって、何がタラだよ、魚の名前ばっかでで、俺それひねくれた子供で、はい、で、未だにちょっとサザエさんが苦手で、あ、そのマスオさんとかなんかそうなんでしょ。マスオさん子供の頃から嫌いで。あ、好きでした？サザエさん。サザエさんはポチポチです、うん、だからなんか俺はサザエさんが、もうドラえもんは見てたけどね。うんうんうん、ドラえもんは面白かった。ドラえもんは俺全部見てたよ、うん、全巻とかはしてますよ。ああ、さすがです。
全巻動画ですよ。すごい。ハッシュ出動って知ってます？知ってます。こち亀です、ね、あれもこち亀も僕全巻動画ですよ。あれなんか130とか、うん、そんぐらい行ってますもんね。もうでもずいぶん前、そう、もう全巻動画して友達に聞いたら山盛りあったからただ俺あんまり面白いと思わないんだよな、あれ。こち亀ですか？読んだけどね、全部。あと、ヨジャカメリン、好きな漫画の。好きな漫画ですか？うん、あんま読まなかった漫画。いや、昔は本当によく読んでたんですけど、うん、学生時代の時は、うん、それしか読むものがなくて、うん、ただあんまりメジャーな漫画がなかったから。なるほどね、うん、まあね、なんだろうな、うん、っていうなら、まあ、鋼の錬金、皆さんが知ってるようなやつだと鋼の錬金術師とか。何それ？知らないですか？羊？違うです。羊それ羊じゃないですあの錬金術を使って、うん、なんか旅していく。鋼の錬金っていうのが面白いんだ。面白いです、結構あの映画化にもなりましたよ。また実写版の映画化になって。全然知らない。割と面白かったです。結構でも初めはさ、食わず嫌いでさ、俺のさっきのサザエさんもそうだけど、はい、いざじっくり見てみたら面白かったりするからね。そうそうそう、食わず嫌いで、うん、面白い、うん、じっくり見てみたら、うわめっちゃこの映画面白い、面白い。ただ俺ねあのこれみんなからまた嫌がられてるのが、日本中の子供たち敵に回したんだけど、はい、俺20年前に騙された映画に。映画にですか？名古屋の今池って知ってる？知ってます。 あそこの横に、うん、歩いとって20年ぐらい前かな、ふわっと歩いとった、うん、だりーなと思って、そしたらふっと打ったガラス越しに、全米1000万人が号泣した不朽の名作、うん、ライオンキングってあった。あー、俺もバカ頭が悪かったからね、1000万人が号泣したんだって。で映画館入ってみたわけよ、はい、で見たらなんだこれとまた作り話で何がクソみてえな映画なんて思っちゃって、正直な感想ね、はい、全然面白くない、騙されたわと思って全米1000万人が泣いたって、騙されたほんであれ知ってる？タイタニック。タイタニック知ってます、うん、俺昔あのパチンコ屋に働いたの知ってる？知らない。あ、知らない。俺昔あのとあるパチンコ屋で働いてた、うん、したらそのパチンコ屋が終わる時に、はい、毎回当時ちょうど22年前だよ、うん、タイタニックの音楽が流れる。あ、わかる、あの歌わかります。トゥーテルルルトゥトゥトゥってなんだっけ、タイタニックのね音楽がね、テレーあのなんとかってあの音楽が毎回パチンコ屋で流れるんだけど、まあ俺はねその前にタイタニックをね、あのテレビで、なんかテレビとかのさ、うん、タイタニックが沈む映画で、ディカプリオ当時の知ってます？ディカプリオ、ディカプリオですごい名演技で、もう感動するから見に行ってみなよっつって、うん、ほんで俺ね名古屋のとこで、はい、もう俺も当時が寂しい男だったから一人で見に行ったのよ。一人でタイタニックですよ一人タイタニックやって、うん、見たのよ、うん、その時俺はしょうもないなもうなんか事前にそのディカプリオが沈んでいってさうわーって亡くなるシーンとか沈んでいくみたいな、なんかそんなシーンがあってさ、はい、うわーみたいなんで、俺その時からひねくれてたから、なんだこの作り話って今演技だろって、うん、今ディカプリオ演技でそうやってやってんだろって、何にも泣けなくてくだらないと思って、で俺はそれをみんなに言ったら誰も俺に同意してくれなくてさいやだってくだらないじゃん俺、だって演技だもん。演技です。で俺はさもうひねくれてたからさ、そのタイタニック見ながらさ、え、だって演技でしょこれ、え、どこが泣けるのって、これ今ディカプリオなんか年収すごいもらってんでしょどうせこれ、うん、芝居でやって何が感動だよって、で船の先に乗っててわーみたいなバカかって作りましたそのタイタニック号の事件を実際見たら、はい、もうそれは悲惨な状況だからあれだけどさ、あれは映画で作り物なんだもん。だから俺もうなんだこれと思って、下手な芝居しやがって、しかもこいつどうせね、金もいっぱいもらってさ、うん、なんだこのなんかディカプリオとかのテレビとかこんなんでても金もどうせいっぱいもらってんだろうって、下手な芝居でって嫉妬しちゃってる。あ、全然面白くない、泣けなかった、ね、あ、そうなんですか。でこれ今うちあの俺の周りでみんなから俺批判食らってんだけど、うん、俺小学校3年生の時に、
南極物語って知ってる？知ってます、知ってます。感動ヒル南極物語があって、で南極物語小学校3年生の時に親族一同で映画館に見に行った。10人ぐらいで、それでいとことかなんか、なんかそのね同世代の小学校3、4年で南極物語見てさ、ほんで俺ずっと見とったんや。そしたら隣に座ってたいとこがさ、それ映画見てさ泣いとったんやて。ほんで俺笑いできてさ、ハハ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 って泣いとるこいつって。でこの話をしたらみんなからすごい品種効果があるよ。でも俺はね、はい、そう南極物語作り話じゃん。作り話じゃん。いやその実際あったのは本当の話やけど、演技やん全部、うん、で演技でしょこれって。そう今だからどんな演技やるのって俺そういう目で見てたから、南極物語見てもう、ああ太郎次郎みたいな、だからどうしたのって、うん、ああなんか下手な、これわざわざカメラ持ってなんか撮影してさ金儲けのためにやってんだろうなって自分のねそういう目線で見てたからもう失笑でしかないわけよ。ほんで隣でいとこが泣いとって、小学校2年生の子、はい、3年生か、うん、でもう泣いとるこいつと思って、騙されとるって芝居やでこれって下手な芝居に騙されちゃって。そしたら、ね、あの最近みんなから俺ひねくれとるって言われて、うん、でどう思うかみにそこひねくれてるひねくれてる、ひねくれてると思います。だから俺映画で泣くってないんだよな。そうなんですか。ないね。あのなんか、うん、そうやってうがった形で見ちゃうから。作り話でしょだって。サザエさんも全部作り話でしょ。作り話です。また俺を騙そう、騙してるね。ドラえもんも全部作り話で。ただね、映画で一番いいの知ってる？漫画で一番の最高峰。最高、うん、なんですか。これはちょうどもう38年前かなに作られたドラえもんと恐竜の物語。あれも俺映画館見に行った。あれはねめっちゃめちゃおもろい。あれ見てないなんて言ったらまあ漫画語ってほしくないね。38年前の恐竜の、はい、もう名前もちょっと忘れてたけど、あれ名作中の名作。あれは泣いたね。だってのび太と、はい、恐竜の物語なんだよ。で恐竜が大変なことになってるよ、はい、あんな名作ないよ、うん、なんか今も新しくやってますよ、うん、のび太と恐竜の物語、うんうんうん、だからやってるでしょ。やってます。当時からめちゃ完成度が高かったの。うん、で俺子供ながらにちょっと映画館でちょっと半泣きにこの感動して、これはすごいと。南極物語とかサザエさんとかドラえもんとは違うって。あドラえもんじゃないの、そのドラえもんはこれはこれはすごいと思った記憶がある。でそれを見てなかったら、はい、もう俺とにかくもう語ってほしくないね一言も。まずそれを見てから語れって話。なるほど、うん、まあ、強制することもできないけど、はい、高橋理論でそれ見なきゃダメ。絶対絶対ですね。今からちょっとあの買い、あの借りていきます。それ見ないとその高橋大学は出れない。そうですね、うん、見ます。あと僕がもう一個泣いたのは、はい、カリオストロの城。ああ、はい、普及の名作見ました。見ました。ルパン三世。ルパン三世見ました。あれを見てないなんていうやつは、はい、もう喋らなくていい。うん、そこ見てから喋れって。あれはもう名作中の名作。名作中の名作ですよ。はい、うん、ルパン三世ですよね。ルパン三世が、あれはもうあれ見て涙が出ないなんていう、そんな非道な人間を俺信用しないですよ。そうですね、心が汚いってことですよ。そう、ここカリオストロの城はね、うん、だってもうその助けにね、はい、あと変なのよう忘れたけど、ね、犬が出てきて、うん、あの犬もなんか良かったでしょ。良かったです、うん、あれ見て何も感じないっていうの、うん、感性の鈍いやっちゃなって思うよね、うん、思います、うん、え、何え、何何でもないです。あと、まあ、ここもまた話が長いんだけど他にあるカメリーなんか他にですか、うん、大体何でも感動するんだよ自分は。すぐ泣いちゃうの？すぐ泣いちゃうんですね。おお、うん、あ、だからカメリンは、はい、あの要するに
現実とその画面に入り込んじゃうタイプだ。そうですね。あのその泣けるのはさ、その中にさ自分も投影しちゃった時に泣けるわけじゃん。そうね。その画面の中にあどうしようどうしようって自分が熱中した時に初めて感動できて泣けるからさ、そこをちょっと途中で冷めちゃうと、うん、芝居芝居これ下手な芝居しやがってとかなってしまうと、うん、入り込めないけどさ、うん、赤嶺じゃ何でも入り込んじゃう。入り込んじゃう。ああ。やっぱ自分のこの現実世界とは違う空間に行けるので。え？ああ漫画の中に。そう入り込んじゃうから。ああ。それがもうまあたまらないですね。うん。赤嶺。はい。まあ、笑うんで。あ、まだですか。もうそろそろ終盤、終盤かと思いました。気が抜けましたけど。これまだ終わらん。まだ終わらんか。ちょっと、時間もちょっと見とくけど。まだ終わらんで。まだ終わらんか。だって今3時5分じゃん。まだ終わらんで。でも今結構2時間ぐらい経った気分なんで。うん、あと10分は。じゃあ最後10分しかないから、カフェにいいよ。好きなこと喋らせてくれ。ノーカットでお送りするからね、今回。好きなことですか。好きなことは特にないんですけどね、今は。まあ、鬼滅の刃ぐらいですか。でもそんな鬼滅の刃を語れるほど自分も深くはないんで。鬼滅の刃ってやっぱ面白いの。面白いですね。まあ、ただ、そんだけ流行るってことはすごいんだろうな。うんうん。だからもう本当に大人でも感動するんですよ。全集中、なんとか。全集中、水の呼吸とか、いろんな呼吸の。で、悪者をやっつけるの。そうです。悪者っていうか、鬼がいるんですよ。うんうん。鬼をやっつける。ああ、鬼滅の刃。そう、鬼を滅する。またく漫画家の人がまた金儲けのためにいろんな面白い話を想像したんだね。そうですね。まあいろいろグッズとかも出ちゃって、うん、これは結構売れてますよ。じゃあ最後に、はい、一応私の職業言ってみてください。うん？私の職業。あ、YouTuber ですか。違います。研究家です。映画監督です。映画監督。で、映画監督が映画を語るんだけど、はい、カメリンが見た、はい、今まで見てきた映画の中で1位。1位。言ってください。ないです。で、あえて言うなら。あえてない。あえて。パッと出てこないんですよ。パッと出てくるのが頭に記憶されてるものだから。映画今まで何本見ました？映画は今まで少ないです。20本ぐらいとか。ああ、ちょっと少ないね。うん、まあ、まあ映画、じゃあいい、好きな映画。あ、好きな映画は、はい、どうぞ。パイレーツ・オブ・カリビアンです。今までの中で、人生の中で、それがめちゃくちゃハマって、うん、面白かった。面白かった。で、次が、うん、まあ、これはもう本当に自分が学生、もう小学校からの時に好きだったんですけど、はい、ジャッキー・チェーンの映画。プロジェクトですか。あ、もう全般です。水拳、ジャッキー水拳。私、水拳から見始めた。黙人拳。黙人拳、うん。で、そこからどんどん最新のものとか、あ、どこか劇場か。リーリー・チェーンの方には行かなかったの。リーリー・チェーンですか。うん、行かないです。ユンピョウ。ユンピョウも行かなかった。サモハンも行かなかった。サモハン・キンポも、まあ、サモハン・キンポ好きですもん。まあ、ちょっとね、なんかこうぽっちゃりした感じの役柄だから、うん、でも結構すごいですよね、うん、いやもうすごい人だと思う。映画スターだけど、はい、当時子供心にはさ絶対ジャッキーチェーン行くじゃん。あ、絶対サマンキンポはなんかほんとサマンキンポって感じだね。サマンキンポだからどっちかというとジャッキーチェーンの方行くよね。ジャッキーチェーンの方行く。ブルース・リーとかね。はいはいはい、はい、うん、で、彼女には聞いてください。僕にも高橋さんの今まで感動したというか、うん、大好きなハマった。なんか映画の一番は、はい、やっぱり武田鉄矢さんの、はい、刑事物語。刑事物語知らないの。知らないです。まあカメリンはそれはいかんわ。あの要するに今まで日本の映画史の中で一番面白い映画だよ、あれが。そうなんです。刑事物語、リンゴの歌だよ。知らないの。知らない。要するに武田鉄矢さんが、ね、もちろん全部映画だよ、演技だよ、映画だから。はい。要するにもうジャッキーチェンになっちゃうわけ。そうなんですか。武田鉄矢さんがね、こういうのを使ってうわーみたいな、うわーみたいなんで、不朽の名作だから日本の映画界で、あれが完全な1位です。武田鉄矢さんの、あの映画見てなかったらもう映画の話絶対するなって俺命令してるんです。もう映画を語り出すで、それ見てないって言ったらもうやめろって喋るなって土下座させるレベルですよ。本当ですか。
さん、まずそれを見てから、だから日本中の子供たちが刑事物語をね、生まれた時からあれを見て、はい、あれを強制的に見せないといけないね。そしたら子供たちがグンって伸びるから。あ、じゃあ今度借りてみます。見てください。はい、武田鉄矢さんの刑事物語。刑事物語名作です。了解です。まあ全部昭和のね。はい第2位は第2位はですね、まあ個人的にはまあ猿の惑星かな。ああ、不朽の名作、名作、うん、なりますね。ただ今言ってるのは表面で、はい、俺の映画監督として一番すごい映画がある。一番すごい映画、昨日ライブでこれ言ったんだけど、昨日ライブ聞いてなかったの？聞いてなかった。これもう何時も聞かなきゃダメよ、アラート入れて。夜中3時でやろうが、俺がライブ始めたらすぐに正座して聞くって。はい、すいません。もう大切な話してるから。はい、すいません。で、俺が一番みんなが知らない隠れた名作。はい。これはね、俺が一番、俺のバイブル。ドチンピラ。知ってる？知らない。だから僕はドチンピラを、もう要するに当時はそのレンタル屋さんしかインターネットとかなかったから、あ、もうそのビデオ屋さんに VHS テープをそのドチンピラを全部借りてきて、うん、もうこれを見なきゃいけないって。一回見てください。見ます。わ、はい、かりました。不朽の名作ドチンピラです。ドチンピラ了解です。見ときます、はい、見てください。はい。神、はい、まだ終わらんで。まだですか。いや、もうそろそろ終盤かなと思って。もう10分です。あー、もう10分です。もう10分です。いや、もう結構10分経ってたんですけど、これでちょっとまあ、話長いんでこれノーカットでお送りするんだけど、カメリンが、はい、この間ちょっと俺のとこに、はい、その視聴者の方からさ、はい、メッセージが来ててさ、はい、要するにカメリンは多分あれ高橋の話し相手でもう嫌なのに相当我慢して、なんか顔も引きつっとるし、あれは嫌なんだろうなっていうコメントが来てたわけ。本当ですか。そんなことないよね。そんなことないです。ないよね。はい、まあ、高橋先生は私の本当に先生なんで。でしょ。完全に尊敬する先生なんで。そう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 。そんなことないです。でしょ。はい。で、特には俺そういうこの話が長かったりくどいこと厳しいことも言うんだけど、はい、ようやくは口に逃がし。ああ、そうですね。なんか違和感感じても、はい、あ、これは薬なんだって。これは後から聞いて効果を発揮するんじゃないかって。いいものなんです。そうそうそう。そうです。たぶん話長い。長い。はい、ね、もうちょい行きます。まだ行かれますか？いや、でもカメリンの話をね、はい、俺はもう脇役だからカメリンが好きな今後ね、その、はい、さっきこれ宇宙の話だからね。あ、はい、宇宙の話からぐるっと回ってきたんだけど、はい、今後カメリンが YouTube でやっていきたいことを、じゃ視聴者の方、最後まで聞いてくれた人に今後やっていきたいことですか？はい、そうですね、今後やっていきたいこととしましては、ね、まあ宇宙の神秘を語る番組とか、うんうん、あとはまあ風船で空を飛ぶとか、そんなことやってみたいですね。風船で空？はい、風船で空を飛ぶんです。気球？違います、風船です。何メートル？まあまあ、家の高さぐらいですかね。いや、カメリン、そんなヘリウムのガスでさ、気球みたいなんでさ、はい、やってさ、空中行ってさ、落ちたら大怪我しちゃうじゃん。大怪我します。もうその時はもう完全になんか、うん、エアクッションを体中に巻きつけて、ここだったら、ここでやればええわここだったら天井あそこに頭ぶつけて、はい、あそこに頭ぶつけて落ちるから、うん、ちょっとした怪我で済むよ。あ、そうですね。でなかったら、この空までどん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 登っていっちゃって、100メートル行って落ちたら危ないから。危ないね。で、分かった分かった、ヘリウムガス大量に買ってこようか。カール D さんっていう映画で、アニメなんですけど、うん、風船をたくさんたくさんやって、うん、空を飛んでった。分かった分かった。じゃあ今度ヘリウムガスを大量に俺が買ってきて、そのこの部屋でカメリンの背中にその
変なゴムで結びつけて、はい、で空中に浮くやつな、あそれいっぱいあげて、ここでその天井までにあげたろうか、はい、その前にあの神にさ、これやってほしいんだけど、俺神に来るとさ、はい、要するにあのその天井にさ、はい、その隙間男じゃないけどさ、なんか天井にこう張り付いてる YouTuber よくおるやん。あーなんかテレビとかでもよく見る、ね、あのスチラーメンリクって人もさ、この要するにおばあちゃんを騙すってことでさ、うん、この天井に張り付いてるってことをやってるわけよ。へえー、知らないの？知らないです。要するにおばあちゃんとかお母さんがこう入ってくるじゃん、うん、カメリンっつって、そしたらカメリンはそこの天井にガーって張り付いてるわけよ。うわーみたいな顔真っ白になって、それで上からずっと見て、うん、で お母さんかお父さんか知らんけど、こうあれカメリンどこ行ったみたいな、上でずっと見てるわけよ。うわーみたいな、そんな動画伸びるらしいで。あ、そうなんですか。やる？あ、やります。マジで？これでも結構あの体力が必要ですね、忍耐力と体力と。はい、じゃあ今回の撮影はこれで終わりますけれども、はいはい、この高橋大学っていうのは、はい、めちゃめちゃ厳しい大学です。はい、最後に、はい、お願いします。この机の上に登ってよろしくお願いします。机机の上に登ってください。危険ですか？机は多分危険ですよ。大丈夫です、机僕が許可します。机の上に登って必殺技をやってください。いきます。はい、全集中。闇の呼吸1の型、ガサガサの魚切り。はい、ということで椅子に座ってください。はい、今日の授業どうだったでしょうか。はい、結構長時間にね、はい、渡ってやってきましたけども、はい、最後に一つカメリンにお話があります。はい、カメリン、はい、あと10分あと10分が何回言われたんですか？うん、話長いでしょ。長いですね。俺嫌われとんの特にこうやってアルコールなんか飲んだ時はさらに長くなる。ああ、そうですね。これ飲んでなかったらさ、うん、あ、もうカメリンももうそろそろ死んでるからもう終わるかなんて思うけど、一杯さらに先まで入ったからまだまだ続きますよマジですか？もうそろそろ終わりにしたい。もうそろそろ。分かった分かった。じゃあカメリン最後に、はい、あの日本の映画界を、はい、あの俺も一応映画監督やってて、私の映画作品見てくれました？はい、見ました。映画ザ・ブラックパス。うんうん、まああれはもうそんなにいい映画じゃないんだけど、あまあ映画離島とか、あ、うん、映画監督でいろんな映画作ってきて、はい、作ってほしい映画ありますかね？そうですね、あの昆虫物語とかっていう映画作ってみたら、まあショートムービーでね、はい、まああるんだけど、あの俺は今考えてるのは、はい、映画カメリン。いやいやいやめちゃめちゃ嫌がったこのおっさん話しなげえよっつってな、うん、映画カメリンっていうのを俺今考えてる、はあ、なカメリンが主役で、はい、もう昆虫物語ですカメリン昆虫物語でさ、いやいや、カメリンはじゃあどんな映画を撮りたいの？映画主役やるとしたら。そうですね、まああのジャッキー・チェーンみたいな感じで。オッケー、格闘な。格闘です。おじゃあ今日もだってやったんだから、今度カメリンが殴り合いやるか。だから練習せないからな、でも格闘シーンは。ああ、そうです、ね、あの下手にやると怪我したらいけないし。はい、キックとかできる？あ、できます。邪剣は？できます。ちょっとやってみて、邪剣。ちょ、キックやってみて。キックですか？うん、気がせんように。えい、なにこれちょぼいなありがとう。はい、ありがとうございます。